キング&プリンス高校生と一緒の奇跡のコラボスペシャル。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、昨日放送されたミュージックステーションの方でですね、キング&プリンスの何者っていう楽曲と、埼玉県のあのブレイクダンスとかのチームとスペシャルコラボっていうところで、コラボパフォーマンスを披露したわけなんですけども、今日はですね、そちらの感想動画についてお話ししていきたいなっていうふうに思います。皆さん見ましたか？なんか M ステでこのキンプリの2人とこうやって高校生、まだ10代ですよね、だからもちろん16歳から18歳の子たちと一緒にコラボをするって中で、なんかすごくそのもちろんキンプリの2人を見てるはずなんですけど、高校生の子たちにもなんかちょっと感情輸入しちゃうというか、すごくその青春をしている感じ、綺麗な汗、なんかこの瞬間が青春なんだろうなっていうのをすごく感じて、なんかキンプリを見てるのにこのスペシャルコラボがすごく良かったっていうのに本当に改めてというか心から思えたのが、すごい良かったなって思いましたね。今回のミュージックステーションに関してはキンプリはもうめちゃくちゃ引っ張りだこだったと思うんですね。キング&プリンスが6周年を迎えたっていうのもあったと思うんですけども、そのブレイクダンスの子たち、ダンス部の子たちとコラボ、あとはハーフムーンとムーブの楽曲も披露ってところで、めちゃくちゃ忙しかったというか、もう本当にキング&プリンスの回といっても過言じゃない回でしたよね。でね、この高校生の子たちと一緒にダンスコラボをする前にサプライズゲストというかサプライズで出演するってところで、出演というか登場ですね、登場するってなって、特別ゲストが来ていますって言ってキンプリの2人が出てきた時の女の子のニャーみたいな、すごくキャーみたいになってたんですけど、いやそりゃそうなるよなみたいな、だって普通に高校で部活やってて、なんか少しでそういったテレビのお話があったとしても、まさかキンプリが来るとは思わないっすよね。でしかもさ、そのレン君とかをとんでもない距離で見れるわけじゃないですか。もうなんか普通の恋できなくなりますよね。普通のレン君をやっても、なんだろう、もう50センチとかの距離で見ちゃったら他の男性のことかっこよく思えなくなっちゃいますよね。ある種男性生徒からしたら困ることというか。でもここでちょっと面白かったのが、ね、キンプリね、レン君がこんにちはって言って、女の子たちがうにゃーうにゃーうにゃーってもすごかったじゃないですか。本当女子あるあるあるというか、女性あるあるというか、その多分男性あったらうにゃーとかはなんないと思うんですよ。うおいとかはあるかもしれないですけどね。その中で歓声がわーってなって、みんな多分動いちゃってるんですよね。ドタバタドタバタしちゃってるから、カメラがめちゃくちゃブレちゃって、そこの米印に歓声でカメラが揺れていますって書いてあるんですけど、なんかこういう時ってなんかカメラの不都合でみたいな、カメラのなんかその接続が悪くてみたいな、ちょっとカメラが揺れてますとか、なんかそういった文言の書き方だったらわかるんですけど、歓声でカメラが揺れていますってなんか初めて見たなと思って、それだけこの二人のパワーっていうのはもうえげつないんだなって感じがしますよね。でしかも M ステに一緒に出ましょうってなった時のこの男のよっしゃーみたいな、マジかよやったぜみたいな、なんか女性のキャーとまた違う男性のよっしゃ来たぜうわーみたいな、なんかその二つのね、なんか歓声みたいのがあって、それもなんか高校生の子たちすげー幸せなんだろうな今って感じしましたね。で、早速その何者のパフォーマンスに入っていきたいなって思うんですけども、そのダンスコラボの前に、なんか何者って、その5人体制が終了というか終わって、2人体制、レン君とカイちゃんの2人での初めてのシングルが何者だと思うんですね。で、その2人になってしまったっていうのが、去年の5月23日から2人になってるじゃないですか、5周年のタイミングで。で、今6周年なんで、キング&プリンスの2人としてはもう1年間稼働というか活動しているんですけども、なんか冷静に考えて、まだ1年なんだっていうのと、この1年はね、結構ジャニーズ問題があって、いろいろバタバタしたと思うんですけども、
なんか何者がすごく前の曲に感じるんですよ。もう二人の代表曲は何者っていうのがもう染みついちゃってるんですよね。ただまだ1年前に出した曲なのかと思うと、この1年間でこの2人のキンプリがやってきたことっていうのが、まあ、濃すぎて何者がそのいい意味で霞むというか、それだけ濃いことをしてきてるんだなこの2人はっていうのはすごく感じましたね。何者がもうこんなに昔に感じるというか。でいいっすよね、なんかそのカイちゃんたちが歌ってる時に、まあ、ブレイクダンスの子たちが踊って、カイちゃんになんかあのほうきみたいなのを渡しながら、カイちゃんもふふってなんかちょっと歌いながらも、ちょっとそのブレイクダンスの子たちをチラ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 見ながら歌ってる感じ。あと当たり前にそのブレイクダンスのクオリティが高すぎて半端ねえうめえなこの子たちって感じはしましたけど、でもいいっすよね、このブレイクダンスの中に女性ブレイカー、まあ、女性のメンバーがいたんですけど、こうやってブレイクダンスってやっぱそのあやっぱりまあ見てわかるように結構筋肉とか必要なんですね。ただまあ女性の人もできる人もとか、いや上手い人もいっぱいいるんですけども、こういった男性がやるジャンルだけど女性がいるっていうのもなんかすごくいいなって感じがしますよね。でなんかやっぱこのね、何者って楽曲ももう何回聞いたんだろうっていうぐらい耳にすごく残っているからこそ、やっぱその5人体制というか、キング&プリンスの代表曲ってシンデレラガールだと思うんですよね。やっぱりそれと同じぐらいの感動というか、なんかこっから新しくまた始まったんだなっていうのを、その高校生見ながらキンプリの2人を見ながらっていう、この 目と耳が忙しいみたいな。でその後にまあカイちゃんとあの高校生の子たちでまあブレイクダンスをまあ一緒にやるんですけど、まあ、カイちゃんね、もともとこのウィンドミルっていう技になるんですけど、まあそれはもともとできたと思うんですね。結構サックンとかもやりますよね、スノーマンの。で、このウィンドミルをやって、ソータくんとかどう思ってたのかな、みたいな、ビーファーストの。で、普通にあとレンくんもね、片手のね、その側転とかできるじゃないですか。てか普通にレンくんも、ちょっと気持ちなかったけど、まあバク転とかもできたじゃないですか。だからなんかその、ダンスといったらカイちゃんみたいになりがちですけど、結構普通にレン君もアクロバットできるって印象ありますよね。で最後ね、パフォーマンス終わった後にレン君がみんなの青春に少しだけお邪魔させていただいて楽しかったですって言ったんですよ。みんなの青春って言ったんですよ。なんかいいですよね、この高校生の3年間っていう時間しかない中でこういった青春なことができてるっていうのは、やっぱ若さってすごいと思うんですよ。若いエネルギーで本当吸収していかないと、我々大人は本当になんかまあいいんですけど、大人になることもいいんですけど、若いエネルギーってのもやっぱりね、その生きていく上では大事だと思うんで、なんかこの見ながらキンプリもまた言うて25前後で若いじゃないですか。けど10代のパワーとはまたちょっと違ったこのなんか良さっていうのが、なんかすごい良かったなって感じがしましたよね。なんかそのキンプリを見てたのに高校生にも情が湧くし、うん、かといってやっぱキンプリの何者もすごい良かったしといった、もちろんねそのハーフムーンとムーブも良かったんですけど、まあ、今回はですねこの何者すごい良くなかったっていうところについてちょっと自分の思いお話させていただきました。ぜひ皆さんの方でもですね、高校生の青春見てちょっとなんかグッときましたって意見だったりとか、ぜひコメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズキンプリの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなって思います。僕はもう一回青春したいな。またね。